はいどうもおはようございます。速価塾の方、そしてオリガルヒの皆様。今日は9月14日朝6時16分の相場解説。まずデイリーから見ていきます。で、えっ、ー、とね、今週の流れをここでお話し,しますとね、今週は多分もうやることがないんで、相場をたまにチラチラ見に来るだけになると思います。えー、ところがね、ここが非常に肝心なところで、 あのエントリーのタイミングが少ないってことは、FX のことをね、勉強する時間にすごく使えるんですよ。例えば、過去のチャートの形を見て、自分なりに後解説をつけてみるとかね。えそれから、また基本的な講義を、まあ、見直してみて、テクニカルの力をちょっと蓄積していくとかね。で、今度ね、相場が多分トレンドとか、あのレンジオプションとかになって、 あのいわゆる稼ぐ時っていうのあるじゃないですかエントリーをしたりとか利確をしたりとかね損切りを受けたりとかそういう時って実はあの溜め込んでいた力を試す時なんですよだから言ってみれば練習と試合なんですよねで練習の時間って結構たくさん持つし試合ってのはあれでしょ1日明けてしょ試合の日ってまあ野球にしてもテニスにしてもバスケにしても日々練習するんだけども実践ってのはたまにしか来ないじゃないですか FX も似たようなもんだと思った方がいいですえー、というのがね 昨日 CPI の発表があって、ものすごく相場がね、大崩れしたんですよ。で、そういう時って、しばらくは手が出せないんですよ。ね、あの、材料があった後って荒れるでしょ。で、方向性定まらないんで、エントリーしない方がいいってずっと言い続けたじゃないですか。つまりはそういう時が練習する時なんですよ。で、実際の試合ってのは、エントリーをバンバンしていく時です。時には追撃とかね、利益を上げていく時なんですよ。勝敗を分ける時なんですよ。で、今は、そのエントリーをする瞬間に、ないんですよね。 それを前提に今日の相場解説をお届けしようかと思います。昨日は材料がありました。というところで、こちらを見てください。昨日確定したデイリーなんですけども、下、ヒゲを出した陽線です。つまり上に、ものすごく強い勢いで進んでますよってことですで。その次はまだね、ちびーっと陰線が見えてますけども、まだ確定したわけでも何でもないんで、これから陽線に変わる可能性は十分にあります。よくわかりません。調整が入って、 前回のこの矢印のね、陽線の半分ぐらいまで半値戻して下に下がるみたいなことも考えられなくもないです。でもそれはこれから本当にそうなるのか見ていくっていう、そういった今日、明日、明後日に使うってことですよね。で、次4時間です。4時間を見ていきますと、一旦145円まで付けたこの価格が、ダーンと下がっていってね、それから、 この辺りです。月火水でどういう風なレンジを作るのか、それともトライアングルなのかってことを固唾を飲んでテクニカル的に解釈していったわけなんですけども、それを全部ぶち壊すように CPI がぶち抜いていきましたね。もう144円の551になってきましたから、145円にもう一回行くんではないかなと。145円にね。そのぐらいの勢いです。さあ、果たして145円、再度突破するんでしょうか私は突破すると見ています。突破すると見ていますよ。<laughs> それはあの FX オリガルヒの前回の動画でお話したところにありますんで今日はそこを割愛しますでは次1時間です1時間で前回ここで一番高値をつけたわけなんですがさあここまで戻ってくるんでしょうかそして材料がドカーンと出ましたね今週月曜日はここからスタートしたわけですよここからスタートしてボラティティを弱めていって ボラティリティが弱まっていったからブレイクするよーって私言ったじゃないですかそのブレイクが材料によって起きてるっていうことにもなりますけども瞬間的なブレイクっていうのは下に行ってるでしょだからこれを見るとあのこの今回の収束ブレイクっていうのとこの材料のブレイクは全く意味合いが違うからこれをほらねブレイクしたでしょって言っちゃダメですからねそういうふうに解釈してる人は離れてくださいブレイクはどっちかっついうとここですよ ね、テクニカル的なブレークはここで起きてるって考えた方がいいです。で、まあブレークでもなんでもないですけどね、こんなの。で、そっから材料によって CPI がね、1000ドル以上急落したわけじゃないですか。こういう風になってきて、その後です。おそらくこれは半値戻しとかもあり得るんですけども、これによって方向性が強く形づいて、 145円を突破し、146円の方に向かうんではないかろうかというふうに思ってます。今日の時点ではね。だからそれを確かめるために、相場感が右肩上がりなのか、それとも半年戻しのセカンダリートレンドに入っていくのかってことを見極めるために、今日、もしくは今日明日、ないし、今週いっぱいを使っていくってことになります。そしてテクニカルが生きるようになってきたら、その時に試合を開始しましょうってことです。トレーニングに身を積んでください。 それでは、今回の放送は以上です。オリガルヒの方はまだ追加しますんでね、お楽しみに。